そして今後、やめないという人に対しての抗議のスピーチ、ご希望の方いらっしゃいませんか。いらっしゃいませんか。Come on.
時国会質問に対して非常用ディーゼル発電機のトラブルによる原子炉が停止した事例はなく必要な電源が確保できずに冷却機能を失われた事例はない、そう答えてる。お前がそのことを一度でも我々に対し謝ったことはあるか。お前のような人間が再びこの党の総裁になって首相に返り咲こう
自民党の諸君、